のやつはどうしようかな。サラダ味とかなんかヘルシーっぽいですよね。いや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 。え、だってサラダ味ですよ。サラダ味、野菜っぽいじゃないですか。野菜っぽくないよ。そもそもサラダ味って何味か分かってる？え、なんか野菜とか入ってそう。分かった。今日はサラダ味についてお伝えするね。というわけで、まずは結論から言うね。サラダ味はサラダ油プラス塩味だよ。サラダ油プラス塩味？え、油？油なんですか？野菜じゃなくて？基本的にはサラダ油を絡めてそこに塩をかけたものがサラダ味だよ。まあ現在だと野菜入ってる系の味付けもあるかもしれないけど、基本的には油と塩。なんで油プラス塩味がサラダ味なんですか？その理由はサラダ味が生まれた時代にあるんだ。時代？時は1960年代。昭和の高度経済成長期ぐらいですね。うん、オリンピックの少し前くらいの時かな。当時はまだサラダ油は高かったんだ。最近もちょっとお高いですが。この当時のサラダ油っていうのは油の生成技術が向上してサラダとかに使う形で生で食べても大丈夫になった油って感じなの。そっか、もともと油はサラダとかにかけて生で食べるものじゃなかったんですね。生成技術向上によって生で食べられますって味ができた当時はそりゃ高級品だっただろうね。高級品だったし、サラダ味って響きが塩味よりおしゃれっぽかったからサラダ味になったみたい。少し前のピザ味とか今で言うキャビア味とかみたいな感じですかね。ちょっと高級品をお菓子の味で食べれるみたいな。そうそう、それが今では定番になったってわけ。ふむふむ、とりあえずお菓子のサラダ味は基本的には野菜は関係なくサラダ油プラス塩味なんですね。ちょっとスッキリしたかな。なんとなくずっと疑問に思ってたことが解決しましたね。じゃあ今日のおやつはサラダ味のお菓子にしようか。サラダ味美味しいですからね。そりゃ定番になりますよね。ご視聴ありがとうございました。